キブーストの時にこれダイナが。あはははい、こういうことなんよ。はい、どうも、ひたまいです。はい、今回はね、ひたまいの新ガチパということでやっていこうかなと思います。それがこちら、ゼバー&オデンということで、いや、マジこのパーティーね、超勝率いいんですよ。まあ、その、なんで動画にしようかっていうと、まあ、11連勝。8連勝、14連勝とか、まあ、普通にリーグ SS 上位帯で、それぐらいできてしまうパーティーなんですよ。で、今回の動画は、2日前ぐらいに撮って、百姓の邁進の前に撮ってたんで、ちょっとね、裏のおでんが、マルコだったり、まあ、どっちにしようか迷ってたんですよね。で、マルコで11連勝目とか撮ってたりしてたんで、まあ、ちょっと今回の動画はマルコと迷ってたんですけど、まあ、結局ね、おでんです。はい。なんでかっていうと、味方にゼファー3とかいた時に、やっぱおでんがいた方が、裏でね、まあ、例えばゼファー使わずに、おでんで1試合もう生き抜くみたいな。まあ、そういう立ち回りもできるんで、ちょっとマルコじゃねえ、まあ、ちょっと打開する部分には弱いのかなと思って、まあ、ちょっとおでんかな。まあ、でも裏って考えたらマルコでも全然 OK。なんならおそばマスクでも僕は全然いいと思ってるんで、まあ、ぜひよかったらね、皆さんも、参考にしてみてくださいということでね。まあ、今回はね、2日前の動画なんでね、百姓の邁進の前かな。うん。まあ、だけど、これからやっていこうかなと思います。レッツラッコ。ということで、1戦目よろしくと。いや、ほんとね、ゼファー、マジで強いんすよ。さっきも言ったけど、いや、だから裏が迷うんだよね。なかなか死なないから、ゼファーもゼファーで。立ち回りがむずいんだよ。マルコの方がね、俺最近いいんじゃないかと、やっぱちょっとは思うようになってきちゃって。まあ、その理由がやっぱ逆転力だけで言えば、マルコの方が高いのかなとか思わなかったり思ったり。ちょ、まずいね、これは。さ、これ回避使っちゃって。オッケー、吹っ飛ばせ。いや、無理か。さすがに無理か。いや、こうなったらどうしようか。さすがに無理だな、今のは。まあ、なんかおでん2だから、普通に守りきれる可能性、攻め切って、どっか1個でも取ってくれればそこずっと守れるんだけどね。いや、取れるかな、ここ。まずいよ、大丈夫？大丈夫？大丈夫かな？オッケーオッケー、みんな無事だ。それは偉い。それは偉すぎる。さあ、ここジャスト回避しちゃって。これちょっと回避ないから一旦挟ませていただいて。いや、ダイナがまだ使わない方がいいね。これ使わない方がいいわ。さあ、これ普通に取れそうだしね。さあ、ここは、はい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 。はい、オッケー、これ吹っ飛ばして。はい、取れる。オッケーオッケー。ダイナがはね、マジで温存した方がいい気がする。本当にね、温存した方が、やっぱブースト中に死んじゃうんすよね、結構。簡単にではないけど、普通に死んじゃうから、なるべくね、温存して敵ブーストで耐えたい。そんな立ち回りを。まあ、ちょっと、あとね、スキル1がなくなった時とかに、僕、ウルティつけてるんで、あれが強いんすよ。なんだっけ。ウルティつけてるから、ダイナがね、吹っ飛ばせば、大丈夫なんですよ。吹っ飛ばせば一気に回復することもあるんで、ナイス、ロジャー。これがあるからロジャーやめらんないね。さあ、ここは？はい、オッケー、強化状態だから。ごめん！守りたい！守りたいよ！はい、これは、守りたい！いや、無理か、ごめん！守りきれなかった。いや、申し訳ねえ。いや、ここは、はい、敵ブースト来るでしょ？で、敵ブーストの時に、これ、ダイナガン？あははは、はい、こういうことなんよ！敵部の時にダイナガンなんですよ。さあ、ここは、はい、はい、オッケー。ナイス、ロジャー。いいね、素晴らしい！今の素晴らしすぎる。さあ、これは撃っちゃって。いや、いいよ。あっち取れるか。あっち取れそうだったら。あー、無理だ。無理っぽいな。無理っぽいか。無理っぽいね。さあ、ここじゃ絶対守る前になりますか。で、相手ヤマトだけなんで、別に焦る必要はない。さあ、ヤマト絶対裏行きたいっしょ。ここ。いや、行かれちゃったけど、まあ、任せよう。ゼファーもう一人いるし、まあ、その方に任せて。オッケー。吹っ飛ばして。まあ、やられ。いや、KO できないけどね。いや、ヤマトだけだな。警戒するところは、でも。いや、ここ。いや、降りたくない。降りるしかないか。いや、でも大丈夫だな。まだいる。まだ。ああ、ゼファーがいる。ゼファーいてくれんのでけえ。ゼファーマジで強いから。ちょっとね、ここ。あ、裏、ヤマトいるからだ。あ、おでんだ、いるから大丈夫。さあ、ここはナイス？ナイスとつか？ここ俺に任せろって言うか。ここ任せろって言っちゃって。はい。いいよ。はい、ナイス。ナイス、おでん。いいね。いや、これもう勝てるね。これはもう勝ち確じゃないか。いや、それぐらいマジで強いよな。で、強化状態になっちゃって、これは行かせないようにして。はい、オッケー。で、吹っ飛ばない。今、吹っ飛ばしたね、ブルック。ピョーって飛んでってたね。あれは出した。強い。はい、ということで、2戦目よろしくと。いや、やっぱね、ダイナガン、気持ちよすぎるな。マジで気持ちよすぎるな。これやばいね。
さあまあだからね、あい大事な時にダイナガンいつ使うかだよな。でも初手で怠慢とかで使うのが一番最悪な僕気するんですけど、皆さんちょっとどうですかね。ちょそこら辺ちょっとわかんないんですけど、まあとりあえずあっちへ守りに行きますか。さあとりあえずじゃあここ行っちゃって、でもここの位置あんま良くない気がするんだよね。うん、まあ正直言っちゃうと、まあ裏もいいか、まあ裏行かれてもまあリスボンに任せるしかない。そこはリスボンに任せるしかなくて、まあ裏オッケーで、こっちはいけそう、これ多分いけるね。であっち守りに行こうか。あっちを俺が守りに行って守りますと、この位置がね一番いい気がする正直言うと。さあこれは終わり際をボーンってぶっちゃって、まだ無敵続いて、そこ当たる、すごい角度だったですけど僕。さあでもトツカ使った、いやダイナガン温存やな、正直温存でいい気がする。さあここは、さあここ、いやヤマトいいね。さあここは、はい、さあこれ吹っ飛ばして邪魔してオッケー、ヤマト握れるか握れないか、ちょっと待ってね、あっち行かないとまずい。さあこれは一発二発三発、さあこれは間に合う、はいオッケー、さあいいよ。でいや裏取られるな、まあまあここ守れば一緒、ここ守ればいつか勝てる、そう思う。さああっちちょっと、あいいねミスタースリー、ミスタースリー素晴らしい、すごいミスタースリー一人でめっちゃ頑張ってる。ちょっと待って、ここはちょっとまずいけどな、むずい。でも敵ブースト来るから正直何とも言えないこれは。で集まったところに一気にダイナガン、でも相手回復ブーストあるから絶対このタイミングで使わない。でこれ使っちゃって、で回復ブースト来るでしょ、であっちルフィでしょ、でダイナガンなんだよね、完璧で。ルフィとかにも当たんないか、ルフィにはさすがに当たんないか、まあはいはい、もうこれぶっぱオッケー、いいよ。いや立ちバグここではえぐい、あ立ちバグしてないんか、これあっち守れるか、いや守れないか、見えてるな。さあここは吹っ飛ばして強い、でヤマトに対してもまあはい、これ回避でしょ、はい一発二発、ルフィしんどいな、これはしんどいな、さっきあんなダメージ与えたのにもうこんな回復しちゃってるもんな。いやこれ勝ちたいねこの試合、ナイスおでん、いいね素晴らしすぎるよ。さあいやでもごめんトリキュア無理だ、いや待ってね、これはでもスキル2が溜まるから、いやオッケーオッケー、完璧なんじゃないか、これもう一回ブースト来る説高い、これ打っちゃおうか、オッケー完璧すぎる今の四角からのスキルは。いやこれはいいな、行かなくてもいいな、ここは、はい回避使った。さあこっちだね、さあこれは、はい、いやこれは終わりじゃ多分間に合う、届かない、届くよね完璧、でもこっちやばいから、こっちやばいから、ちょっと待って、裏一人行った、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、いや裏取れるよね、裏さすがに取れると信じて俺ここ守るよ、ここ守るからね、ここ取れてる、いいよナイス、味方ナイス、さあここ完璧、ありがとうございます、いいね、意外とでも3人はい、ということで3戦目よろしくとね。もうなんかね、ゼファーが強すぎて、俺の中で。いやーでもね、オーカー七部会とかもね、みんなつけてみて。マジで変わるから、サポートを下げてもいいぐらい。あー、裏いきなり来たね。さあ、ここはちょっときつそうか、犬嵐。犬嵐はちょっと、でも裏行きたいね、早く。さあ、これはここ!はい、オッケー。ぶち当てて、一発二発。いいよ。一回吹っ飛ばしてから相当もう守れますよと。さあ、これははい、オッケー。全然食らいませんと。いや、まあ、食らってはいるけどね。食らってはいるけど、まあ、食らってない方でしょと。さあ、ここはジャスト回避失敗したけど。いや、無敵スキルか。でも、もうそろそろスキルだ。今、二陣目取られてる!あれ、二陣目取られちゃった。さあ、ここは?はい。はい。はい、これは無敵スキルがいけないと。ちょっとやらかしてる。ちょっとやらかしてる。そういう時はダイナガン !4 取りはさすがにまずいから。まあこういう時にね、早めに使っちゃうのも手ではある。これ当たんないか、まあまあとりあえず裏はさすがに取られないと予想して、まあゼファーいるから大丈夫でしょう。いやこれ早めにやられようかな、こういう時にやっぱ裏ゲッターだね、ちょっと劣勢すぎたんで、敵が強すぎて。ちょっとここをやられに行こうかな、ゼファー一人いるから。あでもブースト前にやられるのは良くないな、相手の。いやでも同じくらいに来ちゃうんだよなこの感じ。さあこれは大丈夫、はいはい、オッケー、ロジャー下行った。どうしよっかな、これ。死にたいな。ブーストで、相手のブーストでちょうどやられて、味方のゼファーが、やってくれるっていうのがベスト。当たんないんだ、それ!それ当たんないんだ!あっぶね!オッケー、ギリギリ吹っ飛ばせて。さあ、ここは?はい、一発、二発、オッケー。さあ、マルコがちょっと怖いけど、はい、一発、二発。いいよ、吹っ飛ばしが強い、一発、二発、オッケー。待って、これ生き残っちゃうな。これずっと生き残っちゃうか。まあ、ちょっとネックなの、そこだけ。死ねないのがネックだわ。さあここちょっと待ってね、ゼファーちょっと裏行きそう、裏行って、でマルコがねちょっと怖いんでね、ゼファーといえど、OK、 これ打っちゃって、はいいいよ完璧。さあこれ4取りできんじゃねえてか、でいや割合ダメージ強、
割合ダメージが強い。そしてこれは開業読んで、はい、オッケー、完璧。いや、上取られちゃうな。はい、一発、はい、一発、二発、オッケー、吹っ飛ばす。あれ、どこ行った？あ、オッケーオッケーオッケー。いや、ここどっか取りたいよね。さあ、あそこでんでしょ。ちょっと待って、ここ任せてください。はいはい、オッケー。さあ、これは回避で近づいて、ボーン。いいよ。で、死ねないな、死ねないな、マジで。さあ、待って、マルコは取れそうだな。正直頑張れば取れそうだから、はい、ナイスナイス気絶ナイス気絶。さあ、ここ取れる。はい、完璧。さあ、これは打ってボン、オッケー、いいよ。さあ、ここ俺守る、守ります、任せてください。はいはいはい、オッケー、いいよ。さあ、これはカウンターを使わせる。はい、一発二発。さあ、ここはボーン、オッケー。いや、きついか、裏行かれてる、裏行かれてる、大丈夫かな。いや、ブースト来てるから多分大丈夫と思いたい。はい、オッケー、ナイス、ありがとうございます。危ねー、